千葉城と周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成千葉城は、大阪府南川地群千葉赤坂村大技千葉に、ある日本の城、国の史跡に指定されている。鎌倉時代末期より南北朝時代に存在した楠木正成追記の城である。四方を絶壁に囲まれ、 要塞剣豪を誇ったと言われる、連閣式山城である、金剛、山城、楠木七条の一つ。千早城は、大和国五条と河内国大池塚、富田林を結ぶ最短ルートとして、昔から、交通、軍事の要衝であった千早街道から登り詰めた、金剛山より西にある一市役の先端に築かれた山城で、楠木市の爪城である。城は、 周囲が約4キロメートルで千葉や阿川の渓谷を利用し、北には、茶谷、南東には、妙見国、東は風呂谷があって、四方のほとんどを深いに谷に囲まれ、城の背後のみが金剛山の山頂に連絡する、要害の地である。金剛山の山頂は、標高1125メートル、城の最高所の標高は673メートル、飛行は175メートルとなっている。 北条軍を引き受け、楠木正重が奇策を用いた、北条戦の舞台となった。楠木正重画像、楠木母安観論地像、殿下の三落筆、楠木正重は二つからなる城を持っており、下、赤坂城が前衛の城、本城が上赤坂城とされる。下、赤坂城は急造の城であるため、長期戦は不可能と考えた、楠木正重は、 下赤坂城に1331年10月21日夜、自ら火を放ち、鎌倉幕府軍に奪わせた。鎌倉幕府は下赤坂城の大穴に見分けのつかない小死体を20から30体発見し、これを楠木正重とその一族と思い込んで同年11月に関東へ帰陣した。1332年4月、楠木正キは、 下も赤坂城を奪い返し、鎌倉幕府法の湯浅隆史富士を基準させることに成功した。赤坂城の爪の城として、千早城をその背後の三条に築いた。楠木正成は、金剛三一帯に点々と要塞を築きその、葬式書として千早城を活用し、下も赤坂城、上赤坂城、千早城の三条で、 鎌倉幕府軍と対峙し、上赤坂城には、平野正元楠木正末一家三百兵を守備隊とした。1333年2月2日、まずは上赤坂城で戦いが始まり、前線したが、鎌倉幕府軍に水の手を切られ、平野正元が幸福の意を伝えた後も数日、持ちこたえたが、楠木正末が、千葉屋城に退却すると、 同年2月27日に落城、千早城への出軍を命じた。金剛氏と宛書状、金剛寺造庫のような中、楠木正重は上赤坂城での戦いのさなか2月23日に金剛寺へ書状を送っていた。内容は、鎌倉幕府軍が寺内に乱入して、城郭を構えるという風評があるので、怠りなく防備し、団結して戦ってほしいとし、 森吉親王の領事に従って、関東長伏の祈祷に励む、つまり、戦勝祈願するように丁重に依頼している。金剛寺は、千早城から西へ、約10キロメートルに位置し、楠木正重との関わりが深く南北朝時代には、南朝方の直岸寺として、重要な拠点となっていた。鎌倉幕府軍は、千早城へ100万とされる軍を向け、これを攻撃した。城側、 須野木軍はわずか千人足らずで守ったとある。城の四方に三里の間は、見物相撲の場のごとく、大院で、尺寸の地をも余さず十万セリとあり数十倍の大軍が、千鋼城に押し寄せてきた様子がうかがえる。上赤坂城で勝利した鎌倉幕府軍は、六二陣も構えず、我先にと、向上した。千鋼城では、矢倉より大石を投げ落とし応戦しに根惑う兵に、 矢とつぶてが降り注ぎ、谷底に死体の山がうず高く重なった。長崎四郎左衛門の城、軍部業にてありければ、手大石人の実験をなしけるに、執筆十二人、昼夜三日が、麻筆をもおかずけり、オークス光一大絵巻、クスノキハハン観音寺蔵、土佐三成筆とあり初期十二名が、昼夜三日監視者の数を確認するのに、筆が離せなかったほどと言われている。 鎌倉幕府軍は、上赤坂城の例に習い水源を立ち時給船に切り替えたが、城内には大木をくり抜き三百もの木船が、水もたたえており、食料も十分蓄えていた。長引く、牢城船で四季に、緩みが見えてくると、楠木正重は、藁人形を二重から三十単位作らせ、甲冑を着せ弓や槍を持たせた。その人形を、夜のうちに、城外の麓に並べ、 後ろに兵五百を潜ませ、夜明けになると時の声を上げさせた。鎌倉幕府軍は、決死の攻撃と思い込み攻め寄せたため、兵五百は矢を放ちながら、徐々に城内に引き上げた。鎌倉幕府軍が、藁人形に到達したところを見計らい、大石を投げ落とし、三百名が、即死、五百名が負傷した。千早城合戦図、港川神社像。 歌川カオルインが鎌倉幕府軍の時久戦に対して、同年3月4日に、鎌倉より厳しいゲージが届き、昇子を特例することになった。そこで、鎌倉幕府軍は、近くの山より城壁へ橋をかけて一気に攻め登ろうと、した。京都より、大区州504人を呼び集め、幅15尺、長さ100尺の橋を作り、大縄をつけて城内へ殺到した。楠木正さは、 かねてより用意していた水鉄砲の中に油を入れ端に注ぎ、それに松明を投げた。城内にたどり着こうとしていた兵は後ろに下がろうとしても後人が続いており、飛び降りようにも谷深く、もたもたしていると橋桁の中ほどより折れ、数千名が猛火に落ち重なって、火地獄になったと太平記に記載されている。太平記以外の資料に、 長橋後の刑の記述がないことから信憑性に疑問があるが、本丸の北側の渓谷は谷が深く、チャタン川上流の風呂谷には架け橋という地名が残っていることから、太平記には誇張があるにしても実際に実行されたと考えられると指摘されている。千早城へ釘付けになっている幕府軍の歓撃を縫い、後醍醐天皇が3月23日に、 大気国の敗将を脱出、東幕の臨時を全国に発し、これに、張馬国赤松の李村、伊予国河野氏、肥後国菊池武氏,氏が放棄すると、千早城を囲んでいた死後が、相次いで帰国した。関東において拒兵した、新田義貞は、手薄となった鎌倉を攻め、鎌倉幕府は滅亡することとなる。鎌倉幕府が滅亡するのは百日戦争が、 終了した十二日後のことであった。兼務の申請以後、南朝方の楠す氏の居城となり上司は、楠す正行、楠す正則、そして楠す正勝と続いていた。しかし、南北朝時代末年となる1392年、正月、楠す正勝の時に、北朝方の畠山も特にに攻められ、千早城は落城し、六十一年に及ぶ歴史に幕を閉じた。 川内千波城図、港川神社図、千早城は、上赤坂城と同じように背後のお根ず体に登って行けば、今後王山に到達する点が同じで、赤坂城各軍と一体的に捉えて位置づけることも可能だが、上赤坂城のように、平野部に眺望が効かず、山間に隠れた存在であり上赤坂城のような、地域支配機能は許さない。千早川の渓谷を利用し、本丸、 二の丸、三の丸、四の丸、出丸の五つの車に分かれ、空堀、堀切り一しが設けられている。本丸は、長さ約100メートル、幅約20メートルの平坦地で東方の最高所は、約10メートルの四方の土壇になって、ボールをやぐらの可能性も指摘されている。現在は、石垣の段があるが、これは、近代の楠木の基源の跡である。 本丸の東南方に2カ所の袖ぐるは南西方には5カ所の袖ぐるわが存在し、茶屋の段と呼ばれており、こちらは現在、大阪府立、有道館、大阪二手山の家が建っているため変形している。本丸より、東方100メートルの場所には、楠木正則の墓がある。千早神社を祀る場所が二の丸で、原型はかなり損なわれて、社務所一体が三の丸と呼ばれている。 四の丸は、長さ約100メートル、幅30メートルの平坦地で城内で一番広い場所となっているが、公園化のため破壊されているようである。三の丸と四の丸の間の暗部にかつて空堀があったと言われているが、賛同のため埋まってしまったのか確認できない。また四の丸の最下には、武者隠し状の帯車が、当時の面影が残っている。 千早赤坂村立赤坂小学校の東が的場と呼ばれており大手であったと言われている。城の南には、千早谷を隔てて北山彩があり、南東には、病研国を隔てて、病研取があり、四周に捕類が散在し、自然の地形を利用して連絡路があり、千早城を中心に城塞群が形成されている。今後登山口の有料駐車場電車での、 アクセス者でのアクセス徒歩でのアクセス。ありがとうございます。